みるみる縮まってくね。ほんとだ、すごい。こんなに小さくなったね。すごいね。はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、こちらの三菱電機の衣類乾燥除湿機、サラリを使って除湿3本勝負をやっていきたいなと思います。はい。はい、じゃあ3本勝負やる前に、まずこの除湿機の性能を見ていきましょう。はい、じゃあ見ていきましょう。こちらですね。すごくね、シンプルなデザインだね。ここのあたりが吹き出し口になってますね。はい、はい、これが電源ボタンだね。はい、スイングタイマー除湿手動ズバッと乾燥とありますね。はい、でこのパネルの部分にすでに、ね、モードが書いてるんですね。例えばこれ浴室っていうのがあるね。これお風呂場だよね。お風呂場のカビが生えないように除湿するモードがあります。あとヘアサラリっていうのがあるね。サラリ、そう、部屋の湿度を一定に保ってくれるね。すごく便利でこれ、はい、そして節電とか夜干し標準とかあるね。あとタイマーとかズバ缶、強弱ってあるね。でこのズバ缶ってのはこれだね。ズバッと乾燥、はい、ズバッと乾燥、略してズバ缶。そう、これはね、服をね1枚だけ速攻で乾かしたい時、なんかこのズバッと乾燥すればいいんだね。はい、はい、この部分、この部分に水が入っていくわけだね。はあ、でちょっと今入ってるでしょ。実はね、撮影前に今ね除湿してみたんだよね。10分ぐらい運転してこれだけ水が取れてました。はい、すごいよね。はい、じゃあ電源オンにしてみましょう。いくよ。はい、はい、あ、運転開始しましたね。お、はい、でね、この部分、これがムーブアイで、下にあるのが光ガイドだね。はい、あ、これ結構いくんだね。ね、これすごいよね。上下に160度、160度で、左右に100度、100度、そう、このね、ムーブアイが動くんだって。すごいね。ねえ、このムーブアイが部屋の温度を察知して、洗濯物とかを乾かすんだってね。おお、すごいね。すごい、でね、これね、ズバッと乾燥モードにするでしょ。そうすると、このね、位置を変えることができます。本当だ、変えてる、変えてる、変えられるでしょ、これね。操作して、例えばその洗濯物、洗濯物に集中して風を送ることができますね。ああ、そしたら本当にズバッと乾燥。そう、ズバッと乾燥できるでしょ。うん、はい、じゃあ早速除湿3本勝負やっていきたいなと思います。はい、まず第一の勝負は普通の部屋干し対除湿機部屋干し対決ですね。じゃあ早速行ってきましょう。はい、右側が除湿機使った方だね。ちょっと動いてるでしょ、風吹いてるからね。本当だ。左側は何もしてないですね。うん、はい、除湿機乾きました。おー、はい、ということで終わりましたね。うん、普通に部屋干しした場合はなんと4時間もかかってしまいました。いや、長いね。長かったね。うん、でもこれが普通だから。うん、で、衣類乾燥除湿機でやった場合はなんと1時間12分で終わりました。短い。ねえ、短く終わったね。うん、ね、T シャツ2枚、うん、私の T シャツ2枚とエイシン君のメッシュのシャツ2枚。これね。あ、そうそう、これこれ、うん。これでやりましたね。はい。はい、じゃあ乾いた時の反応をご覧ください。うん、はい、ということで乾きましたね。触ってください。うん、乾いてるでしょ？うん、乾いてる。うん、完全に乾いてるね。うん。で、ちょっと匂いも嗅いでもらっていい？あ、匂いもない。ない？パパの、うん、パパの T シャツはどう？あ、匂いない。ない？うん。あ、よかった。はい、そしてお水はこれだけ取れた。すごいね。すごい量取れたね。うん。じゃあ続いて第2の勝負、エイシン君の髪の毛を乾かす対決です。はい、何もせずに乾かす対除湿機で乾かす対決です。はい、じゃあ早速いってきましょう。うん、はい、エイシン君がですね、テレビを見ながら髪の毛乾かしてるね。右側が除湿機だね。うん、そしてエイシン君は、はい、乾いた。すごい早いね。早かったね。左側のエイシン君はまだテレビ見てます。うん、はい、ということで何もせずにエイシン君の髪の毛を乾かしてもらえば31分でした。31分、まあ、結構かかるね。うん、そして三菱の衣類乾燥除湿機で乾燥させた場合はなんと14分でした。うわ、早かったね。うん、まあでもエイシン君の髪の毛ね、ちょっと短いからね、短いしね、サラサラしてるから人によってこれはね、乾き方違うかもしれないですね。はい、はい、じゃあエイシン君の髪の毛が乾いた時の反応をご覧ください。はい、はい、エイシン君乾きましたか？乾いた。ちょっとパパをさらしてもらっていい？あ、乾いたね。うん、完全に乾きました。今回取れた水はこんなだね。うん、まあ、運転時間短いから少なかったかもしれないけど、でもエイシン君のこの頭の水分がこれかな、もしかして。すごいね。はい、ということで第3の勝負はぷよぷよボールをどれだけ乾燥できるか勝負。勝負。
なんだけど、うん、まあ、ぷよぷよボールはそのまま置いといても乾燥しないと思うので、うん、まあ、1時間40分運転してみてどれだけ乾燥に差が出たか、うん、これを見てみたいなと思います。バス、はい、じゃあ早速行ってみよう。よー、はい、右側が助手席だね、うん、回転してるでしょ。みるみる縮まってくね。ほんとだ、すごい。はい、終わった。すごい。はい、ということで1時間40分の運転でこれだけ小さくなったね。うん、はい、レジン部ちょっと一つ取ってもらっていいかな。はい、こちらが乾燥させた方で、そうだね、で、これが乾燥前、そうだね、一つ取り置いといたやつだね。うん、こんなに小さくなったね。すごいね。すごい小さくなった。うん、はい、そして水はこれだけ取れてましたね。うん、結構取れてたね。すごいね。すごいね。はい、ということで結構水も取れたし、ぷよぷよボール小さくなったね。うん、これくらいからこれくらいに縮んだよね。ねえ、びっくりしたね。うん、うん、はい、ということでその小さくなる様子をもう一度ご覧ください。はい、はい、ということで三菱電機の衣類乾燥除湿機、にくいね。めっちゃ乾くね。めっちゃ乾くね。うん、年中使える三菱電機の衣類乾燥除湿機、さらにぜひ皆さんもチェックしてみてください。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。